ユアンヤンマサカリユアンヤンマサカリは中国武術に用いる武器である。シボユアンヤンマサカリ、シボユアンヤンマサカリ、実月古英剣、カズノガタナなどの呼び名がある。憲法の技術を応用する格闘武器であり、2本のユアンヤンマサカリを両手で使用するのが主流である。ユアンヤンマサカリを構えるソアキラアキラ一般的なユアンヤンマサカリの全長は約50センチメートルほど。 二本の月牙と呼ばれる、三日月状の葉を交差させた形状をしており、中心に布を巻いて握り手としている。両端に突き出た時に刃がついている。両端の長さは均一のものもあれば、親指側の外向き一角のみ長いものもある。まさかりと、名がついているが、その使用方法は剣に近く、拳術の動作をそのまま用いる。様々な流派で用いられるユアンヤンまさかりは、 様々なバリエーションがあり、剣との混同もある。取り詰めユアニアンマサカリは、ユアニアンマサカリと剣の機能を組み合わせた武器で、同じユアニアンマサカリの名ながら、外剣は、剣の握りでの両端から蛇行した刃が突き出るという、奇抜な形状をしている。これとは別に、長さ40から50センチメートルほどある両端が、尖った槍状の鉄板に、月牙を備えた武器も、 取爪ゆあんやんまさかりと呼ばれている。それぞれ、前者は風霞林、後者は月がさしとも呼ばれ、用語の区分は、はっきりしていない。拳に道具をはめて破壊力を高めようという発想は、憲法の発達と共に編み出されたと推測できる。秋夜に編纂された類書3サイズ上にも、ナックルダスターのような、鉄拳が紹介されている。 ユアンヤンマサカリが中国武術の武器として定着したのは、八景手の平の達人として名高い信頼の憲法家、東海側が愛用したことが大きい。一説には、東海側が発明したとされている。現在では、八景手の平のみならず、少林拳などでも用いられている。ダウンロードコンテンツの武器として登場。新、三国武装七エンパイアーズより、連取の武器となる。 ありがとうございます。